じゃあ、すき焼きと日本酒を楽しみたい、乾杯、乾杯。中でもイギリスのインターナショナルワインチャレンジで金賞を取った渡辺酒造さん、そして平野酒造さんのヴィンテージも今日はすき焼きと一緒に食べます。毎年ロンドンで行われているインターナショナルワインチャレンジのウィナーです。1位を取りました。これはどこにあるかというと、飛騨古川にあります。すごくおしゃれに並べてくださっています。蓬莱、神様にお供えをしていただきます。これは牛脂です。これを好きじゃっていう人いるけど、英語様いきますよ。 This is 和牛、飛騨牛じゃん。油が多分外国よりも多くて柔らかい肉です。何ドルですかね、これをドルに直すと。ちょっと後でやる。あらら、まずこれ。あ、いいよ。今お酒を入れました。いい、本当だ、いい匂い。お座りになってください。はい、おいしそう。はい、ちょっとまず肉の出汁が出てます。はい、ちょっとお座りになってくださいませ、ね。これはすき焼き屋さんの食べ方をしていただきます。まず社長様、はい、あ、一つ。そんな食べ方初めてじゃん。はい、はい、はい、どうぞ。はい、すみません、ね、ちょっと俺いいの、先で。はい、お願いします、社長。はい、いいですか。今これ卵につけて、はい、いやー、すみません、いただきます。飛騨牛の後藤です。いやー、やばい、美味しそう。うん、いいですか、あ、すごい美味しそう。はい、チラシにも行きます。ありがとうございます。これがすき焼き屋さんの最初1枚だけ。飛騨牛、はい、英語東京、いただきます。はい、いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい、はい、あ、ありがとうございます。うん、美味しいですか。おいしい。
自信。まあ今更飲み、こっち、これをこっちでやるかな。はい。こういう飲み方があるらしい。ワイングラス飲みます。このワイングラスは、ドガウのバッハウ渓谷のワイングラス。バッハウ渓谷というのは、ワインの産地で、世界遺産になっているです。で、これが、今から飲むのが、まず蓬莱。で、そして、これが、ヴィンテージですね、高山の平野酒造さん、平川水系のですね、これは琥珀色にね、15年もの、小島さんお酒今更飲めてないよね。大丈夫だった、大丈夫だね、はい、じゃあ、すき焼きと日本酒を楽しむ会、乾杯、乾杯、いただきます、いただきます、わ、うん、おいしい、すきっぱらに来るからね、食べながら、なんかこのおいしい、ね、おいしい、おいしいでしょ、ふわっと香りがするね、何これ、飲みやすい、うん、すごい美味しい、うん、あ、美味しい、でこれで色と味を楽しむっていうね、色もヴィンテージだと楽しめるからね、ちょっと濃いね、うん、濃厚だね、さあ食べよう、自撮りは、自撮りもして、自撮りにしようか、はい、これ誰カティだろ、はい、あ、私の母が、夏はいいだろうね、最高だよね、うん、
もっと高いね、スーパーだと。ね、これ振っちゃっていいのかな。そうなんだ、振った方がいいんだよね。なんですけど、本当はここを飲むのがめっちゃ美味しいんですけど、うん、なんですけど、あと、うん、が、あれなので、本当、左側と左側と、今日はちょっと違うんだけど、今後こういうことをやっていくと、で、どれが、どの銘柄が一番あなたに合いましたかって言って、はい、で、そこに、あ、じゃあこのお酒がお好きですねって言って、あ、じゃあ私は、木曽川水系のこの渡辺酒造がいいなとか、いや私は長良川水系のこれがいいなって。で、我々のところは全部ノービーヘアにその3選が固まってるので、うん、こういう遊びができるっていうところ、うん、さあ、行こうか。